では9レース走られます、9位の脇本選手です。お願いします。お願いします。まあ、まず前走を振り返っていただきたいんですけども、横浜記念、優勝されましたけども、どうだったでしょうか。まあ、近畿別戦で、まあ、自分の中ではやっぱりちょっと気が重たいなっていう部分もあったんですけども、まだ力勝負できて、まあ、よかったなと思います。あの辺りっていうのはちょっと長めの話し合いだったんですけども、もう気持ちを受け取って一瞬気持ちを察してもう大体察してます、はい、まあそれがなかったら基本的にはまあ前を守ろうかなっていうふうに思ってました。はい、そうです。まあ、向こう町であの外をまくって届くっていうのはなかなか、まあ、去年2年前の西武園を思い出すぐらいの感じですけど、まあそうですね。ただ自分としても自分らしいレースをしたいなと思って、まああいうレースになってしまったんですけど、まあ、それでも、まあ、自信を持ってやったのかなというふうに思います。まあ、結構連戦が続いていて、まあ、疲れが抜けないというふうには書かれてましたけども、まあ、今回もあまり抜けずに変わらずっていう感じですかね。まあそうですね、中3日で、まあ、当然抜けるわけもなくまたリズム変えているんですけども、はい。まあ、これが終わると少し開くから、そうですね、2週間開くんで、とりあえずここまでしっかり我慢で、過ごしたいなというふうに思ってます。まあ、やっぱり位置的にも今賞金ランキングすごく、まあ、ボーダーというか、ね、微妙な、すごく絶妙な位置にいるんで、できるだけ上積みしてっていう感じですよね。まあそうですね、まあ、そのためにもしっかり規制線走り切らないといけないので、まあ、頑張りたいと思います。まあ、初日なんですけど、まあ、近畿、まあ、中部もいないんですけども、ガラインっていうのはできましたでしょうか。今のところまだちょっと話分かんないんで、まあ、まだとしても短期でも自力でしっかりやるだけなので、はい。まあ、もしかしたら和田選手千葉勢がするかなっていう感じですね。そうですね、はい。まあ、あとはあと1勝で400勝っていうことなんですけど、まあ、ここで達成するんじゃないかなと、まあ、全く意識しないですけど、はい。まだ400は通過点、はい、そうですね、はい、分かりました。では4日間意気込みを最後にお願いします。そうですね、ちょっとまだまだ残暑が続く中ですけども、それに負けないぐらい、まあ、水レースをできるように頑張りますので応援よろしくします。今回も